ドゴ・グアテマルテコは、グアテマラ原産の刀剣、番剣用の剣種である。元は、ブルテリア・グアテマルテコと呼ばれていた。グアテマラケネルクラブが公認しているが、国際畜剣連盟の公認には至っていない。20世紀初頭には存在していた、グアテマラ在来の剣種である。大きめのブルテリアと、ボクサーやバルメシアンが無作為に交雑して生まれた、剣種と考えられている。 ブルテリアが主要な基礎犬であったため、元は、ブルテリア・グアテマルテコと呼ばれていた。20世紀後半になって、犬の養子がドゴと呼ぶ方が適切であることから、ドゴ・グアテマルテコと名前が改められた。犬種標準は1972年に定められた。2015年現在、グアテマラ国外でも飼育されるようになっている。ギャンブル用の刀剣やコーヒー農場などの、 見張り番として使われていた。刀剣が禁止されてからは、番剣としてのみ使用されていて、最近では、ペットとして飼育されることもある。オスは、体高54から60センチメートル、体重40から45キログラム。メスは、体高52から58センチメートル、体重35から40キログラムを標準とする、中型のマスティフタイプの犬である。 骨太で筋肉質のがっしりとした体つきをしていて頭部は四角くがっしりとしておりマズルは長い鼻は幅広で大きく顎はよく発達している目はアーモンド型で小さい耳は高い位置についた垂れ耳だが段耳が認められている尾は高い位置についた垂れ尾だが段尾も認められているコートは短く硬く 光沢のあるスムースコートで、毛色はホワイトのみであるが、頭部に黒など各色のマーキングが入ることが望ましいとされる。性格は勇敢で力も強いが、穏やかで通常はおとなしく、飼い主や家族に対して愛情け深い。防衛本能と縄張り意識が強いため、飼育にはしっかりとしたしつけが必要不可欠である。ありがとうございます。